吉宗評判記暴れん坊将軍。縁にございまする。縁か、いつもすまんの。何も異常はございません。どうぞお心置きなくお休みくださいませ。うん、そういたそう。縁も休むがいい。はい、ではお休み遊ばしませ。Oh!
さあさあ寄ってらっしゃい見てらっしゃい。六六組に傘お化け、一つ猫像もいるおなじみのお化け屋敷だよ。いらっしゃい。さあさあお題は見てのお帰り。夏はお寒い身の毛もよだつ、妖怪変化のものすごさ、ゾッとするような面白さ、背筋も凍るお化け屋敷が今年もにぎにぎしくご当地お目見え。さあ寄ってらっしゃい見てらっしゃい。はい、お題は見てのお帰り。だったら払わないで帰るわよ。冗談言うたらいいねんで、あの大人お一人十文になってまんね。何言ってんのよ、こんなお化け屋敷ってあるの。銭取って見せんならもう少し真面目にやれよ。なんだあれ、口をもぐもまんじゅうなんか食ってやがる。あくびをしてるお化けがいたわ。お化けがあくびなんかするの。またやりました。すまんな、もう十分注意してまんねんけどね。けどまあ、あくびでよろしまんねんで、こないだあんた閉かましたわ、お化けがおりまんねんで。なんせもう間際になって年季の入ったお化けが3人よそへ向かれましてな、とこのこの小屋もガタガタでね。おお、それは災難だったな。ねえ、だな、どっかにお化けの知り合いおりまへんか、紹介しとくんなれ。お化けのできる男か。いえ、女でもよろしねえで。あ、姉ちゃん、あんた衛生行ってるわ、給料弾むからのお化けなって。冗談じゃないわよ、お姉ちゃんに叱られるわよ。ねえお姉ちゃん、あら、お姉ちゃんどこ行っちゃったんだろう。そういえばさっき誰か女の人と話してたようだわ。いいだ、お姉ちゃん。毎晩本当？そうなの、それで思い余って相談に来たの。ねえ乗ってくれる？あのお化け屋敷は毎年来てるんですよ。あれじゃもう今年で締めだな。あ、お姉ちゃんどこ行ってたの、探したのに。それどころじゃないんだよ、みんな聞いとくれ、出たんだよ。出た？あれは字が出たんですか？あれは痛いですからね。バカ、そんなんじゃないんだよ。おまっちゃん、今夜ね、私の代わりにしっかり留守番してくれよ。頭がいないんだからね。いいね。え、お姉ちゃんどっか行くの？用心棒だよ。用心棒？ゲンド、連れて、ヒュー、お前たちはね、留守に火事になったら大変だからね。あ、そうだ、ユウコ、一緒に来とくれ。あ、それからシンさん、あ、あんた無理だよね。そうよ、シンさんの用心棒なんかしないわよね。まあ、関取に任せたか。一体どこへ行くんだい？絶対内緒だよ。藤山劇様って、ご大使のお旗本なんだから。藤山劇って、確か作事奉行をしている男だな。さすが新さん、よく知ってるね。本当に偉いお旗本なんだからね。龍子、そのつもりでついてきておくれよ。作事奉行、2000石だか。その下に大工頭、畳奉行、瓦奉行、植木奉行、その他多くの下役を持っていた。その職責柄、最も御用商人との接触の多かった役職の一つである。いかがなものでございましょう。御用人様には詳しくご説明いたしまして、ご賛同をいただいたんでございますが。しかしこれによると、職人たちはほとんどお城の御用の経験がない。はい、しかしそれは手前どもがよく監督いたしまして。いや、しかしそのためにいささかたりともお城の御用に手打ちがあってはならん。職人たちに払う賃金は全て大事な公金なんだ。一文たりとも無駄に使うわけには参らん。これは差し戻す。融通の利かぬ堅物めが。実際これでは宝の山を前にどうにもなりませんな。やはり予定通りに。うん、世間にもだいぶ噂になっているはずだ。そりゃもう手前の方でもいろいろ手を打っておりますので、お城の方にもそろそろ作事奉行乱心と。いや、孫にも衣装というが、そうしているところ全くお屋敷勤めのお女中になったな。いや、大したもんだ。いや、
三人ともようやっておる。さすがに年季を入れた芸だな。それはもう面白かったぞ。おお、化け物があくびを。うん、頭の上と足元と両方一緒に出てきて慌てたり、お化けの頭の上に提灯が落ちたり、それはもうだいぶお粗末だったかな。さようでございますとも。いや、もともと妖怪変化などはこの世には存在いたしませぬ。人間の後ろに不意に変なものが立ち現れるなど、そのようなことはございません。じい、それは本当か。これはしたり、上様ともあろう方が何ということを申されます。そもそも武士たるものは。じい、後ろ見てみろ、後ろ。なんじゃ、恐るか。びっくりさせるな。申し訳ございません。大体その方は足音も立てずに歩くばかが。ああ、そうか。ああ、おそのは忍びのものであったな。よろしい。これから気をつけなさい。はい。忠助は呼んだか。はい。どこにおる。ご案内いたします。な、なんだその方、このようなとこから大きな。ああ、そうか。助八は鬼は番であったな。よろしい。これから気をつけなさい。上様、いたずらが過ぎまするぞ。藤山劇、もう上様の耳に入りましたか。ん、どういうことだ。は、近頃妙な噂が流れております。というと。藤山劇はもののけに怯え、野中乱心し、刀を振り回して暴れ回るとか。日頃からそういう気配はあるのか。あ、いえ、作事奉行のお役目にもいささかの落ち度もございません。もともと御用商人らとの接触も多く、誘惑にかかりやすいお役目ながら、藤山劇に限ってそういう恐れは全くございません。それがもののけに怯え乱心いたすなど、私には信じられませんな。うん、おかしな噂だな。関取が用心棒になってる。まあ、明日にでも詳しいことを聞いてみよう。関取用心棒、何のことでございますか。二千石規則、つまり軍役によれば、士分以下38人の家臣がいたという。だが実際には男女合わせて邸内にいたのは30人前後である。その屋敷はおよそ3300平方メートルに及んでいたという。ひれえ屋敷だな。めぐみの家なんざここに比べたらまるでうさぎ小屋だな。誰でウサギ小屋の働き鉢なんて抜かしたやつは。何も言いやしねえ。当たり前だな。肝心の井戸は。
れだな、殿様の部屋は。全異常なし。大体化け物なんか出るはずがねえんだよ。さてと、もう回るところはねえな。よし、帰っていっぱいやるか。何事だ。その方何者だ。名を名乗れ。いや、わしは龍子ってもんで、今この座敷におかしな化け物が現れたんで。なあ、出たろ。いいえ、何も出ません。あなた様が勝手に飛び込んでいらっしゃっただけですよ。おかしいな。確かこの障子に髪の毛を振り乱した女が。黙れ。誰に断ってこの屋敷へ入ってきたのだ。いや、そのお縁さんというお女中で。あ、これは殿様で、こんばんは。実際どうかしてるよ、関取。お化けなんて本当はいないのよ。おめえ飲みすぎたんじゃねえのか。待ってられたね。情けねえな。関取、しっかりしろよ。めぐみの治りだぜ。まったくだよ、関取。うちの人がいないのに、めぐみの名に傷がついたら大変じゃないか。現像、連れてスキュー。今度はお前たちが屋敷に行って化け物捕まえといて。いやいや、あちらはその、つまりいつ話が成り立つかわからないし、なあ、そうですよ、あちら火消しですからね。たとえ火の中、水の中、ま、おう、せき取るみたいに暇じゃないからな。惜しいな、本当は行きたかったんだけどな。なさい、行く気なし。こんなことなら新さんに頼めよかったよ。おっとっと、おかみさん、信仰だったら今頃見ましてきっと降りてる。そりゃすげえ化け物だったんだから。たわけ者めが。その方、当家の恥を世間にさらすつもりだったのか。とんでもございません。私はただお殿様のお悩みを少しでも軽くしようかと思い、思い余ってあの方たちにお願いしただけでございます。余計なことをいたす馬鹿者めが。見ていろ、当屋敷の噂はたちまち江戸中に知れ渡るの。その方どういたすつもりだ。申し訳ございません。その方、たった今暇を取らす。早々に屋敷を立ち去れ。お屋敷を。当家の恥を世間に広めた両替者めが、早々に立ち去れ。はい。でもその前に一目お殿様に会わせてくださいませ。お願いでございます。どうかこの通りお願いでございます。ならぬ。たった今立ち去るのだ。ご用人様、
おう、仙蔵か。たった今、お縁に暇を出した。その方、お縁の行動を見張れ。へい。何？縁に暇を出した？やむを得ません。お家のためでございます。それで縁は屋敷を出てどこ行ったんだ？存じません。劇には、はい、お役御免を願い出ておりまする。いかが取り計らいましょうか。何やら思い詰めた様子でござりまする。理由は何だ？作事奉行の退任を怪我してはならぬとそう申しておりましてな。いやもうやつれ果てており、どこか体でも悪いのかもしれませぬ。そうか、やはり化け物だな。何と申されました？いや、よい。じい、劇のその願いでしばらくの間じいに預けておくぞ。俺は聞かなかったことにしておく。やはり噂は本当か。助八、お園。今年の夏はガタガタですわ。なぜ日頃お世話になってる文豪屋さんのたっての頼みでお断りもできず、ほんの一月の約束が言われましてね。ああ、それで親方は何をしてらっしゃるんで？へえ、お化け屋敷ですわ。お化け？へえ、あれ簡単に見えてなかなか難しまんねえで。こう手をだらーんと下げてね、これだけではあきまへんねえで。ああ、こう肩の力を抜いて凄みを持たしてね。ドロ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 。どないだったんだ。うまいこといきましたろ。なるほど。おきおき。冷酒でいいぞ。はい。お客様、ざる一丁。それじゃあ、王さん、それでお屋敷を追い出されしまったの？そう、なんだか悪いことしまったね。堪忍してね。いいのよ。それより、これから先お殿様が、お殿様がどうなるかと思うと、お縁さん、もしかしたらそのお殿様のこと好きなんじゃないの？そうだったの。でも間違わないで、私の方がただそう思ってるだけなんだから。奥方様があんなことになってしまってから今日まで、お殿様がお気の毒でお気の毒で
ちょっと待ってよ。奥方様があんなことって一体何があったの？今年の春、お庭の井戸に身を投げて亡くなられたの。その絵が井戸に飛び込んだ。さすがに早く助け出すのだ。わからん。わしにはわからん。なぜその絵が死んだのか。わしにはわからん。それがしは前々からこうなる気がしておりました。何？三代よ、それはどういう意味だ。それはそれがしの口から申し上げるわけにはまいりません。何？兄上、それはむしろご自分の胸にお聞きになった方がよろしかろう。思えばその絵も気の毒な一生でござった。酒をくれんか。はい。そうだったの。お殿様と奥方様は人も羨むほどの仲。私だってなぜ奥方様が井戸に身を投げられたのか全然わからないのよ。変ね。でもご用人様も清十郎様もはっきりそうおっしゃったし、そしてそれからというものはお屋敷におかしなことばかり起きて。でその清十郎って誰なの？亡くなった奥方様の遠いご親戚とか。でその変なことって何なの？夜中にお殿様がお休みになっていらっしゃる部屋の障子が開いたり。それ誰かが開けたんじゃないの？初めは私もそう思ったの。でもそのうち奥方様のすすり泣く声が聞こえたり、お廊下に井戸の水がこぼれていたり。あらやだ。大勢いたお屋敷の女中や下男たちも次々に辞めてしまい、今お屋敷は渡り者や流れ者ばかり。ご用人様も清十郎様べったりだし、お殿様はお一人でおかわいそうなの。私やっぱりお屋敷へ帰るわ。でもお縁さん帰れるの？普通では帰れない。でも私がいなければお殿様は一人でどうにもならなくなるわ。私やっぱり帰る。でも見つかったらただじゃ済まないでしょ。覚悟してるの。さあそいつはやめた方がよくはないかな。あら新さん聞いてたの？うん、代わりに俺が言ってやろう。どうせ暇を持て余してるんだから。新さん言ってくれんのかい？でもそんな遠慮ならやめた方がいい。俺はどうせめ組の人間と同じようなもんだから。そうだよ、新さんはねめ組の居候みたいなもんなんだからね。新さん、まあな。なあ、関取のようなことにはならないから安心してくれ。旦那、見つけ行くのはこの道でござんすか？うん、見つけならこの道を右に曲がって。何をする？その必要ない。どうせ逃げ込む先は分かってるんだ。見ろあの亡者たちを。ちゃんと両足があるぞ。それよりも
藤山の動きはどうだった？はい、藤山家の菩提寺へ立ち寄りました。菩提寺？そうか。死んだその絵とかいう女房の墓があるんだな。その墓の前で長い間座っておりました。ひどく思い詰めた様子に感じられましたが。うん、藤山は今日加納の爺にお役御免を願い出た。覚悟を決めたな。屋敷の方はどうだ？それが思いがけぬことを聞きました。というと？夏祭りを当て込んでいたお化け屋敷の芸人たちが藤山の屋敷に移っております。お化け屋敷？はい、太夫元の男は困り果てておりました。間に立ったのは本郷や角右衛門、作事奉行の下で働く御用商人でございます。そうか。よし、これでどうやら話の筋道はついてきたな。それにしてもひどかったぞ。お粗末すぎた。は？今年の夏のお化け屋敷だ。めぐみの居候とかいうチンピラ侍が出てきまして。めぐみ？気にするな。町火消しの分際で旗本屋敷に手は出せぬわ。それより先祖、そろそろ殿様は限界に来ておる。あの目つきはただごとではないぞ。ようで。というと？妻女はこの春死亡いたし、まだ子供もおりません。用人は猪瀬三太夫、数年前より藤山家に仕えた、つまり渡り用人でございます。とすると藤山の家の跡継ぎはどうなるんだ？このまま行けば遠い親戚と称して同居している大迫清十郎なる者が相続いたすものかと思われます。そうか。おまっちゃん、奥の戸棚に美味しいお菓子が。あら、おえんさん。おえんさん、おえんさん、ちょっとおえん。あ、姉ちゃん、おえんさんどこ行っちゃったのかしら。どこにも見えないんだけど。行っちまったんだね、きっと。どこへ？お屋敷だよ。やっぱりお殿様はほっとけないんだね。そろそろだな。屋敷の者はみんな寝静まったようだ。寝られないのは殿様だけでございましょう。では今夜あたり徹底的に追い込むのだ。藤山劇はもののけに怯えて乱心、廃人となるのだ。三人とも今夜は思い切ってやっておくれ。ご褒美はたんまりもらえるというもんだ。よし、では早速支度に取り掛かる。はい。ムーミン様、たった今おいが戻ってまいりまして殿様の部屋に入りました。何？縁が。急げ。待て。あ。あの女が戻ってきたか。小細工はいらん。二人とも即刻切り捨てる。え？とおっしゃいますと。藤山劇はその絵の亡霊に怯えて切った。だが切った女はお縁であった。藤山劇は自害した。これが新しい筋書きだ。なるほど、手間暇かける必要はなくなりましたな。手の者を呼べ。はっ。
お許しくださいまし。お暇を出された身でお屋敷に戻ってまいりました。しかし屋敷の者に見つからなかったか。いいえ、でもその覚悟はついております。そのつもりで帰ってまいりました。そうか、女のそなたがそれまで決めていたのか。わしは武士として男として恥ずかしい。よし、わしも覚悟を決めた。今夜こそ決着をつける。その絵の亡霊を切る。聞いてくれ、わしは今日後ろに上がりお役御免を願い出た。三太夫も清十郎も知らん。今夜もしその絵の亡霊が出たら切って捨てる。そしてわしも死ぬんだ。お殿様、わしは今はっきりとそう決めたのだ。その絵がなぜわしを恨んでいるのか全くわからん。わからぬままにその絵の亡霊を切る。わしにはそれしか手段がないのだ。その時は私もお供いたします。何事だ。兄上、惚れた女と一緒に死んでもらう。何。ではやはりあなた様は初めから殿様の命を狙っていたのでございますか。何とでも言え。切れ。二人して女房の後を追うがよい。ではお前がその絵を。お前が井戸へ。やっと気がついたか、間抜けな堅物めが。どうした。何を驚いておる。一発の悪党面が聞いて呆れるぞ。町の小屋掛けのお化け屋敷にでも日産してみんなでもう一度お化けを見直してこい。何やつだ。気取るな。お粗末すぎるお化け屋敷の貴様が太夫元か。これで木戸賃はいくら取ってるんだ。いっとれ。何者だ。殴れ。己の主人を連日連夜子供騙しの妖怪変化で脅し、挙句の果てには乱心者に仕立て家を乗っ取ろうとしたその方たちにわざわざ名乗ってやることはない。文豪やともども黙って天馬町へついてこい。止め。聞け。幽霊の正体を暴露した途端に日本足で現れたか。日本足ならばこっちも容赦はせんぞ。屋敷より雇い入れた女3人ただいま取り押さえました。すべて白状いたしております。よし、全員残らず押し据えろ。おい、貴様らか。南町奉行大岡越前守である。
全員召し捕れ。お奉行殿に申し上げる。それがし今までお役一途に思い詰めておりましたが、考えてみれば我が身の周りも治めることができず、全く残機に耐えません。改めてお役御免のほど、上様にお取り計らいのほどお願い申します。藤山殿、その儀ならば追って上様よりお沙汰がござろう。お礼どもを引っ立て。幽霊の正体見たり枯れ尾花、計画的な悪党どもはその馬脚を表した。吉宗が旗本たちの相続跡継ぎに監視の目を注いだのは言うまでもない。そしてさらに、それがしに引き続きお役を。さよ、せいぜいお役目に励まれるがよろしかろう。上様のお沙汰でござるぞ。ありがたきお言葉ながら、それがし帰り見ますれば。いやいやいや、身の回り一つ収めきれなかったと申されるのであろう。ああ、そこはそれ、しっかりした後添えなぞもらわれるがよい。その時はそれがし上様に代わり喜んで出席いたしますぞ。いろいろお世話になりました。またお屋敷へ戻ります。まあそうですか。あのでもお礼だなんて私は何にも。ああの新さんが、そう、新さんがやってくれたんですよ。何しろ新さんはめぐみの一家みたいなもんだから。俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて、決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。町民を避難場所へ誘導しろ。水を確保するんだ。河原武器ならばこのような大火にはならなかったはずだ。加納様の本当のお気持ちを知り、私が加納様をお慕い申し上げていたことが間違いではなかったと、そう思いました。加納様に負けぬよう一生懸命生きてみとう存じます。平吉さんの作る新しい瓦窯をこの目で見たいんです。菊江さん、上様。次
回、紀州から来た花嫁。どうぞご期待ください。